信するよ。これはファミマのスープ、鶏となんちゃらのなんちゃらなんちゃらのスープみたいな、ちょいピリ辛で辛い、私の喉にはちょっと辛い。ともゆきさん、クッキーありがとうございます。国士お疲れ。うちの友達もだいぶ前のこれぐらいの時期に国士国士って言ってたわ。ブラックアローさん、ツッチーさん、オリビアさん、クッキーありがとうございます。国士は辛いって聞きますから、本当にお疲れ様です。待って、めっちゃクッキーくる。トシさん、アサヒさん、一条寺ヒカルさん、オーテックさん、クッキーありがとうございます。嬉しい。クッキー、クッキー食べたい。こんだけクッキー見たらクッキー食べたくなるでしょ、そりゃ。辛い、すごい喉刺激してる。辛すぎ。鶏パイタン系なのかな。でも多分ピリ辛が好きな人は好きだと思います。めっちゃ私には辛い。そう、ツッキーのスープ辛い。でも夜レッスンがあるので、この後先にちょっと食べといて、っていう感じです。今からレッスン、知らなくて昨日知った。
やばすぎ。なんかリハスキにこの曲だけ書かれてないなと思ってたんですよ。昨日スタッフさんからのメールで、えってなった。明日レッスンあんの。お休みじゃなくなった。しょうがない、仕事だから。みんなも前日の夜に急に仕事ですって言われたら行くでしょ。それと一緒。なんなら前日の夜じゃなくても行くでしょ。それと一緒。できり辛かった。そうね、一回おいおいって思うよね。いや意味わからんって一回思うよ。確かに、決まった段階で言うてやっては一回思うけど、うん、だってうちらの場合はさ、それこそさレッスンってことはさ、ダンスの先生がいるわけじゃないですか。だからさ、その先生にもさお願いしなきゃいけないからさ、そのお願いするした段階というかで、ね、いいこっちにも言ってみたいな気持ちなんだけど、でももう無理、それは無理らしい無理らしい。だからもうしょうがない。今日は2月11日。もう分かんない、これ見づらいこれ見づらい。てつやさん大好きクッキーありがとう。大好きクッキー。
アイロンしよう。レッスンだから。俺さんさん、なんでやねんさん、ときめきこばぴょんさん、クッキーありがとう、ごめんねチャーリーさん、ロリポップありがとう。こんにちは。髪の毛引っかかった。で見てサラサラ。今日こんにちは。髪きれいでしょ。そうなのよ。せっかくレッスン行くならついでに何か、何もしないですよ。でもすぐ行ってすぐ帰りたいレッスン。うん。何もしない、なんかしなきゃいけない？ついでに何かできるといいね。こんな時間だよ。もうすぐ行ってすぐ帰ってすぐ寝たい。間違ってんのかなうち。スタバで新作？いや、チョコレートなんだが。ハルピョの髪の毛欲しい。もういっぱい転がってるからあげるよ。うん。切れ毛？抜け毛っていうか切れ毛ですね。傷んでるところの切れた髪の毛がいっぱいそこら中に転がってるんで、もう掃除も大変。もうあげます全部。どれだけでもあげます。もらってください。コロコロ持ってるからいらない。コロコロしても転がってる。握手会でこっそり手渡し、怖怖いんだが。ねえ、なんかサイコパス味増してる。やばい？大丈夫そう？なんか大丈夫そう？平気？元気？
握手してたら私勝手に髪の毛抜かれるとかある、やば、出禁なんだが出禁なんだが、やばすぎ。そんな人たちに育てた覚えはないんだけど、うちさすがに、そこまでやばい人たちに育てた覚えないんだけど、勝手に育っちゃった、ちょっとやばすぎて引いてる、というかやば、いや冗談とか通じないからやば、ドン引き、今の私ひろひろさん、ロリポップありがとうございます。45分になったら教えてください、私もレッスン行く準備をします。めっちゃ悩んでるんだよね、ドッポンライブのネイルどうしようかなって。超悩んでる。あやなんちゃんの卒業公演見に行ったら、ドンキー付近で千葉エリーちゃんとズンちゃんと遭遇した昨日。それは良かったね、それは良かったね。こんばんは。やっほー。どんなネイルがいい？いや、というか、その自分でやるか、行く、なんていうの、お金をかけてやってもらうか迷ってて、
どうしようかなって感じ。やっぱ自分でやると取れるのが早いから、うん、しかもさ、なんていうの、一斉に一台のネイルだから、ネイルじゃない、一斉に一台のライブだから、ドボンライブって本当私の中では、そう、でもめっちゃお店調べてるけどやっぱすごい高い、めちゃ高いって感じ。そうだから悩んでます。お金ない、行く時間はないかも、確かに。あ、でもこの日ならワンちゃん、お腹すいた、なんかこれ食べたらお腹すいちゃった店でやってもらったらまあ1ヶ月ぐらい持ちますね、大体。でも1ヶ月もやったらめっちゃやばい、もうなんていうの、底が見える、底伸びてき、伸びるから1ヶ月やったら。伸びた分のその本当の爪が見えちゃう。だから1ヶ月もなんか持つのは結構ずっと持つんですよ。ただやっぱ綺麗じゃないって感じ。そうだから綺麗なのはもう本当最初の2週間ぐらい。そう。そうなの、助けて。誰かネイル屋さん安いとこ教えて。あ、でもそんななんか北海道とか言われてもいけない北海道とか言われてもいけないから、家の近く、唐揚げ食べに行くから、唐揚げ食べに行くからネイル代払ってはやばいどっちもやってもらってるやんおかしい話しようとした今変なこと言おうとした得しかしてないうち
ジで得しかしてない。唐揚げ食べてくれ、食べられる、食べられる、あれ食べられるし、ネイルも払わなきゃいけないし、もうハルピョン、ハルピョンしか得しない、やばすぎ。どうしよう、お腹すいちゃった。配信早めにやめてご飯どっかで食べていこうかな。お腹ペコペコ人間になってきちゃった。45分って言ったけど、さっき食べてたスープこんだけでお腹いっぱいになると思うな。アイドルがアイドルだけど、そんな胃袋ちっちゃくないわ。スープこんだけでお腹いっぱいになるお腹だと思うな。ハルピョンのお腹をでけんだ、うちの腹ポンポンだぜ。そう、余計に食べたくなってきちゃった今。長月さん、マジカのバナナちゃん、クッキーありがとう。クッキーしかあげれない。ありがとう、クッキー、クッキーください、嬉しいです。クッキー食べれたら食べたいです。クッキーしかあげられない、なんかかわいそうな女の子に見えるハルピョンが、クッキーもらえてるだけ嬉しい、本当に。あ、お腹空いてきた。あ、絶対そうしよう。30分に配信終わりますね。ダッシュで準備しよう。お腹いっぱいじゃレッスンできます。お腹いっぱいでもレッスンできます。お腹空いてる方がレッスンできない。何食べよう。マックとか行きたい。てか今、待って、今すぐ行って、今すぐ配信やめて、食べてレッスン上で時間あったら配信した方がいい。だってもしも、いやでも大丈夫か、そんな、まだレッスンまで開始には時間がある。大丈夫、半までやります。45分って言ったけどごめん、嘘、半で終わる、一回半で終わる。レッスン終わったらもう一回配信する、きっと。だから大丈夫、安心して。テイクアウトしてレッスン上で食べ、
迷う。レッスンを食べよう。確かにレッスンを食べてしまいたい。食べてなくしてしまいたい。レッスンを食べて食べ尽くしてなくしてしまいたい。すごっ。剥がせない。ここから剥がせますって書いてあるところ破ったら、すごいビリビリにできた。なんでじゃあさ噛みつけてんだろう。あれか、耐熱というか、お手で熱くなっちゃうからかな。バイバーイ。お腹すいた。早く30分にならないかな。やばいやばい発言してる今うち。でも今日本当にマジで活動してなさすぎて動いてなさすぎて、自分自身が全然。うわっ、マック？動いてなさすぎてお腹も減ってなかったの今まで。でもなんかスープ食べたら急にお腹空いてきた。いや、くら寿司じゃない、はま、なんだっけ、くら寿司か、くら寿司行きたいよ今すぐ。でもくら寿司行ったらもう出たくなくなっちゃうからダメ。もう朝マック食べたい急に。卵ダブルって美味しいのかな。卵ダブルって美味しいんですか。食べたことない。このさ、これは 何味なんだろう。ソースみたいなやつ。卵ダブル美味しかったよ。だって、へえ。このソースは何味ですか。卵ダブルの。バーガー。え、バイフィレオフィッシュ。バイエビ。バイなの。最高やん。ビーフパティ2枚、卵、ベーコン、ごま付きバンズ、あ、ペッパーの効いたソース。あー、食べれない。橋本、はい、
ペッパーがソース効いてる時点で間違えた。ソースがペッパー効いてる時点で食べれません。悔しい。エビフィレオ好き。エビフィレオ美味しいよね。ポテ投げ、ポテ投げもあり。あれどこ行った。ポテ投げ、食べ比べポテ投げ。いや食べ比べなくていい、普通のポテトとナゲットでいい。えでも10ピースもついてくる。ちょっと10ピースもちょっとレッスン前には食べれないな。ちょっとそれはきび、気持ちだけもらっとこ。気持ちだけもらっとこ。サプライズレバーさん、ロリポップありがとう。でも私15ピース食べれる女なんで、そうナゲット、ナゲット15ピース食べれる女なんで、全然多分食べようと思えば食べれるんですけど、レッスン前にはちょっと胃が苦しくなる。女子だから食べれない、アイドルだから食べれないと思わないでください。余裕です。ナゲットうまい、そういう女。そういう女なの覚えといて。うざ、顔うざ。15ピース食べれるの知った時びっくりした。本当？全然食べれる。余裕で。食べるの大好き。え、違う、ポテ投げは10ピースだよ。ポテ投げはナゲット10ピースとポテトだった。だから、まあ、言うたら15ピースぐらいやん、食べれる。そう言うたら10、なんかトータル15ピースぐらいじゃん。だから全然食べれます。普通に食べれると思うけど、マックナゲット5個以上食べたことない。いやなんかさ、あるじゃん、15個、15ピース安いですみたいな時に私は食べました。美味しいよ、美味しいの知ってるか。意外といけますよ。うん、お腹全然平気、意外といける。食べてみて、いつかその安い時に。
ソースが変わった時にだって。でも結局バーベキューが一番うまい。ソース3つくれます。でも結局バーベキューが一番うまいんです。だからもうバーベキュー3つでいいぐらい気持ちは。でもまあなんか1個はさ挑戦してみたいなみたいな気持ちがあるから、そう、大体なんかすごい黒胡椒みたいなのとかめっちゃ辛いですみたいな、チリとかっていうやつと、なんか卵みたいな感じ、なんかタルタルみたいな、そういう系なんですよ。新作が出るとカニとか、そう、だから大体バーベキュー2個とそのなんかカニみたいな食べれそうなやつの方、卵みたいな 2-1 で頼みます。大体そういう時は私は。恐竜はないですよ、やめて、怖いから。ぴょんちゃんがアップルパイのやつしてくれんとできないから、あ、ごめんアップルパイごめん偉すぎ、いい子すぎ、偉すぎ、でもごめんまだやらない最低最低。アップルパイでいつかやるよ、待ってて待ってて。だってアップルパイなんて一生あるじゃん、雪見大福だって一生あるんだから大丈夫だよいやハピョンだってやりたいんですよ、やりたい気持ちは山々なんですけど、アイス大量買いしちゃったからちょっと待ってまだ先、お預け。お手した状態で待っててお手の状態で。よしって言わない、ハルピョン。まだ待たせます。ね、なんかさ知らない間にさ私さ傷できてたんだけど、見て、怖くない？多分昨日片付けの時にぶつけたんだと思う、ガンって。でも私ここよりも昨日頭ダーンってぶつけてめっちゃ痛くて、マジで。でもこれでも私脳震盪を起こさないってことは、本当に脳震盪を起こす人って本当にマジでなんか地面強い衝撃なんだなって思った。そうだから気をつけてください、頭ぶつけるときは。頭ぶつけるときは気をつけてください。ちょっと言ってることはよくわかんないけど、頭ぶつけないように気をつけてください。本当に痛かった、本当にマジで痛かった。の30分、すごい30。私もさあ29分だって思って今時計見てた、30分になった瞬間に30分のコメント来たんだけど怖い、ありがたいけどありがたいけどすごすぎ絶対にハルピョンに30分を一番最初に伝えてやる思ってんのかな。脳震盪なりやすいところとかあるんだ。私はよくここぶつけます。てかここになんか私もう背低いのにここをぶつけた、ほんとつらい。ここにあるって思わなかった。ということでランキング読みます。1位アシュラさん、2位鉄道の8画像変えましたさん、3位トシさん、4位哲也とハルピョン大大大好きさん、5位サプライズレバーさん、6位アキラ852さん、
7位一条寺ひかるさん、8位ともゆきさん、9位トラック野郎アットゴリさん、10位いばじゅんさん、11位しのさん、12位つっちーさん、13位伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。私が何を食べたのかぜひ楽しみにしててください。ピース。うわどうしよう、待って迷ってきた。いやいや歩きながら迷う、歩きながら迷う。それではまたレッスン終わりに会いましょう。あ、食べはするんですけど何食べるか迷ってきたって感じ。じゃあレッスン行ってきます。またね、ありがとう、行ってくる、バイバイ。はい、すごいギリ5000。うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5391盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春奈でした。それではまたね、バイバイ、ありがとう。